なんか私もこの間ちょうど Facebook にそういうなんか言霊的な話を書いてたんですけど、結局自分の発した言葉って全部自分が一番に聞くし、全部自分は聞いてるから、この発した言葉が自分を作ったりとか、自分に染み込んでいって、それを自分が作っていくんじゃないかなって思って、まあ、私はできるだけこの発する言葉はこう、まあ、明るく前も言ってるんですけど、うん、ただ そればっかりではやっぱ生きられないんで、めっちゃ腹立ったとか、すっごい嫌やったとか、なんかこういう言葉も吐き出せる場が一人でもあったらいいなっていうのは思ってて、でその一番大きなことで言うと、やっぱりその死にたいっていう気持ちを子どもたちもやっぱりみんなたくさんの子が持っているので、このなんか死にたいって言ったら、なんか言霊になってダメだよとか、死にたいっていう言葉言ったらダメだよっていう風潮ではなくって、なんかそれを聞いてくれる人と一人でも出会ってほしいなっていうのを私はすごい思ってて、もし私に話してくれた時には、その気持ちを死にたいっていうぐらい辛い気持ち言ってくれたことにありがとうって思うように言うようにはしてるんですけど、なんか、ね、難しいけど、その言葉のこともすごいよく考えて、言っていいのよ。これがね、本当にそのどうしてもさ、そのいっぱい、まあ、勉強の中でさ、いい言葉言う方がやっぱ自分にとってもいいし、とか、いい言葉使ってるとやっぱその言葉の通りにどんどん物事起こってくるよっていう学びや、そういうのもたくさんあって、それも多分事実やと思う、思うんだけど、同時にすごい大事に大事に思ってほしいなと思うんだけど、この無駄なものって世の中に存在してなくって、じゃあバカとかアホとかっていう言葉も何なんだって言われたら無駄じゃないのよね。必要だからこの世の中にあるねん。でどんな時に必要かって言ったら、一番わかりやすいのは自分の感情を表を出す時に必要なのよ。その言葉のおかげで、その自分の感情をここに留めとくんじゃなくて、あーくそ腹立つ悲しいって言える時に自分の外で出せるのよね。その言葉がもしなかったら僕たちはここに抱えるしかない。もやーんとしたまま。だからね、どの言葉もすごい大事な言葉、すごい必要やから言ってって僕はもうね、すごく言ってて、そのね、悲しい言葉はね、悲しいこと考えちゃダメとか、さっきのお友ちゃんの言葉借りるなら、死にたいなんて思っちゃダメって思うとね、ここにね、ずっとね、死にたい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 と思うんだよ。もうね、そういう時はね、思いっきりね、死にたいって俺今感じて、わぁ、死にたいなーって感じ切った方がいいのよ。あれ今すごい死にたいと思ってるって、何思ってるんだろう。わ、悲しいな、辛いなーって。思いっきり感じようって、どうしてもね、それをね、消そうとするから、この時代の流れなのよ、消そうなのよ、だから消臭剤が流行るのよ、匂いを消しましょうって、で僕一番最近これが一番どうやら分かるらしいので、こういう例えよく使うんやけど、まあ女性はあんまり違うかもしれないけれど、男性って夏場靴ずっと履き続けるとね、靴が臭くなったりするのよ。運動した後のバスケットシューズ、サッカーシューズとか。もう臭いのよ。臭いんだけど、あれを袋に片付けてこう持ったりすると、ちょっとね、匂いがね、わーってこう、ちょっとするね。匂いせんように、あ、好きな女の子の近くにいるし、ちょっと、バレてないやろかーってこう、隠そうとしてる時ってね、これがまたね、微妙にちょっと匂いが来たら、あ、臭い、やっぱして、またしてるわ、またしてるわって言って、なんかシューシューとスプレーでまた隠したりするんだけど、そうやったら消えないよね。じゃあどうやったらその匂いが消えるかって言ったら、すっげえ単純で、その靴取り出して自分の口の前に持ってきてね、で5分間ぐらい吸い続けんねん。そしたらどうなるかって言ったら、麻痺して分からへんねん。何かって言ったら、隠そう、消そうの間はね、するねん。けど一回もう、くそなんで子供やらへん時々、靴下の自分で匂い、あれその行為やん。くさいでこれとか言って、あれは味わい尽くしてポイなのよ。だから終了していくのよ、ちゃんと。だから、そうやって悲しい感情も嫌な感情もとことん味わい尽くしたら、ちゃんと消えるから。だから本当に、その、死にたいであったり悲しいであったり嫌だっていう子はね、どこかでそれを感じてはいけない、そう思ってはいけないってね、排除して横に積み上げてきたのよね。だから結局処理できずに、ドゥアーっ
ーって山のように積もった状態であるのよ、うん、だからブワッとある時にもうそれを処理できなくなって、うわっ隠せないしどうしようもうダメってなって、うんうんうん、苦しくて悲しくなるから、うん、もう一個一個ね感じきる方がいいよね、うんうん、なんか私も公演でその感情を味わい尽くすっていう私は言い方してるんですけど、うんうん、ほんまになんか今リンクしていて、うんいろいろリンクしていて、うん、すごい今のこの靴の話もすごい分かりやすい結構みんな分かるみたいでそう言うと分かってくれるわと思って分かりやすかった、うんうん、おならとかもそうですよね。そう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 、自分のおならとかはなんか麻痺していい匂いって感じたりしますよね、うん、うん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 、真顔でする話じゃないけど、うんまあそれを聞きながらみんなへえそうなんや今度もちゃんとそう思ってんやんと思って多分聞いてたんやけどちょっと笑うとこやったんやおうん、そうか、そう、なんか私がその感情を味わい尽くすっていうのを思ったきっかけは、うん、私はあかねをなくした時にその、うん、我が子なくしたんですよとか、うん、人前で喋ったりすると、うん、すごい周りの人に気を使わせたりして、うん、あの雰囲気が空気が悪くなっちゃったりしたことがあるので、うん、あの抑え込んでたんですよしばらく、うん、人前で泣いたらダメとか、うん、悲しんではいけないとか、うん、できるだけあもう元気になってきたよっていうことを言ってなあかんと思って、うん、抑えてたんですよ、うん、でその後から友達に聞くと、うんその抑え込んでた数年間は、うん、もう笑ってても全然あの本当もの笑顔じゃなかったって後から聞いて、うん、なんかやっと笑顔戻ってきたって言われた時に私も気づいて、うん、なんでかなって思ったらその気心知れた友達と、うん、私はライブがきっかけだったんですけど、うん、アーティストさんのライブに行った時に歌聞いて、うん、もうほんまに会場中にうん、響き渡るぐらい号泣したんですよ。お金とこう重なって、うん、でそれをきっかけになんかうわーって泣き尽くしたらすごいすっきりして、うん、なんか元気になって次の日、うん、でそれをそういうことを何回か繰り返すうちに、うん、あ多分私蓋してたんやなって悲しいとか、うん、あのそういう思いにでそれを味わい尽くした先に、うん、新しい一歩ってあるんやなっていうのは自分が思ったんで、うん、なのでこのお母さんとかが例えば子供さんが泣いたり怒ったりしてるときにもう泣かんとき怒らんときって言うてはるのを見るたびに、うん、あもうとことん泣かしてあげて怒らせてあげてってすごい思うようになって、なので私がこの支援員で入ってるときは、うん、あの怒ってる子とか泣いてる子がいたら連れ出してわーって一緒に怒ったり、うん、あのもう泣きたいだけ泣きって言って泣かしたりしてたんですけど、うん、なんか そうやって感情を味わい尽くさないと次の一歩って生み出せへんのかなって、あとなんかやっぱこのさっき深き思ったように爆発してなんかそう抑え込んでたがためにそれが爆発して誰かの命とか自分の命を傷つけたり、うん、心傷つけたりする行為になっちゃったりとか、そう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 、うん、だから、とにかく人生って喜怒哀楽で人生なのよ、うん、うん、喜怒哀楽なよ、あの、うん、うん、どうも愛もあんねん、気楽ではないねん、喜怒哀楽っていうあの四字熟語を表すように、うん、あれがフルセットの人生だからねって、うん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 、でもしあなたが喜怒哀楽の怒りとか悲しみを外して、うん、時にあなたの人生はものすごく物足りひもに変わんねん絶対、うん、でだからそれもフルセットであなたの人生だよっていうあれは意味なのよ、うんうん、だから思いっきり味わったらええねん、腹立つことも悲しいこともって、うんうん、でだから喜怒哀楽でこんなね塩コショウみたいに入ってんねん、うんうんうん、で塩コショウかけるときにあのあれやん、便利やん、塩コショウ料理するとき、うんうん、塩だけ出せへんやん、うん、塩コショウで帰ってきたらコショウだけ出せへんやん、塩も出てくるやん、でそういうことやねん、それをみんな、いやちょっと塩出てきたらあかんして蓋したらね塩も出てこうへんねん、だから怒ったらあかんと思ってたからね、悲しみも、あの喜びまで止めちゃうねん、だからどっちも出た状態、もうブワーって開けてたら悲しみも怒りも全部出てくるからOK なんやけど、これは出したらあかんってしたらね閉めちゃうのよ、やっぱり、あかんあかん、出そう出そう、あかん出そう、あかん出そうって、おならじゃないけど出そう出そうみたいな、だから出ていいよって、悲しみも怒りも腹立ったら腹立って、お母ちゃんもう怒りたかった怒ってどうぞみたいな、で子供は悲しかった泣いてよ泣けっていうのを決めて、ぐらいなんやと思うよ、うん、